ローワールド、青木式です。はい、今日はですね、今週末僕アイドルマスターシンデレラガールズのセブンスライブの大阪公演、京セラドームでのライブがあるんですけれども、そのライブのために今日は一日美容デーということで、この伸びきった、見てください、この爪を直して、さらにライブ用のねエクステをつけに行ってきます。それではもうちょっとね遅刻気味なので急いで行ってきます。レッツゴー。新宿に着きました。今からまずネイルです。今からちょっとニッパー使っちゃうかもしれないです。はい、大丈夫です。大丈夫です。今からネイルが終わったので、ちょっと OOTD さんのお店に行って取り置きしてもらった服を受け取りに行ってきます。おはようございます。撮ってます。え、映して大丈夫ですか？全然大丈夫。ありがとうございます。お邪魔します。こっちでいいんですよね。はい、こっちです。取り分けしてもらってる服を取りに来ました。エクステつけに行きます。今は原宿のキャットストリート、今日は直角参道、人が多い。はい、今回もガルペさんでエクステつけてもらいます。すごい、めっちゃ個室、初めて来ました、この個室。まあ、今からライブ用のエクステをつけてもらいます。今回は本当は赤か黒にしようと思ってたんですけど、衣装が赤と黒だから、なんかもう全体的に赤と黒みたいになっちゃって、あんまりちょっとエクステが見えないかなって思ったので、悩みに悩んだ結果、紫にしました。まあね、なんかここら辺についてるバラ、羽とかの同じ色の青にしようと思ったんですけど、名古屋で同じ青色つけてるので、今回は紫にします。めっちゃいい紫。染めたんですか、なんか。いや、もう元々あるんですね。あるやつです。すごい、めっちゃ紫。すごい、紫。紫気味。大丈夫です。大丈夫です。はい、風呂入っちゃうとちょっとケバケバになるから楽しいですよね。そうなんですよね。最初気持ち必要なの、ね、ずっとこのままいてほしい。今2本なんですけど、良い感じです。いい感じです。長さどうします？本当ごはんくらい、うん、にしたいかなと思います。
OK です。どうでしたか？大丈夫です。はい。ありがとうございます。少々気分です。こんな感じでつけていただきました。怪我が済みました。これでライブに行きます。長めにエクステがつきました。へそぐらいまであるかな。今回は紫です。どうでしょう。まあこれはライブの間の期間限定なので、ライブが終わったらもう撮っちゃうんですけど、すぐこのね、ライブの期間は本当にこの一瞬だけ、数日間だけすげえ頭が派手な感じになります。ちょっと僕のね、もともと僕を知らないで YouTube で知ってくださった方向けに説明させていただきますと、アイドルマスターシンデレラガールズっていう作品の二宮明日香っていうアイドルの声を僕担当させていただいてるんですけれども、その作品のライブがね、ありまして、2月の15、16だったんですけれども、その子がこういうカラフルなね、エクステを普段からつけてる子なんですよ。まあ、色はね、その時々のファッションとかによって違うんですけど、だから僕もね、声を担当させていただいてるアイドルに合わせて、ライブのたびにこうやってエクステをつけております。今回紫つけたの初めてですね。なんだかんだ紫僕好きなんだけどさ、実は意外とつけたことなくて、今までにつけたのが、まあ、ピンク、赤、あと濃いめの青で、この間の名古屋ドームの水色とかですかね。そんなもんかな。はい、そして爪ですね。ネイルこんな感じになりました。どうでしょう。ちょっとね、なんか実物の方がすごいキラキラで色味も可愛いんですけど、ちょっと説明させてもらいますと、今回のライブで僕ですダークイルミネートっていうユニットをね、2人組のユニットを組んでるんですけれども、それがね、なんだろう、コンセプト的にしっかり
黒の片翼と白銀の片翼の2人のコンビみたいなユニットなんですけれども、僕のね担当してる声を担当させてもらってるアイドルちゃんが二宮明日香ちゃんが白銀の片翼っつって、で相方の神崎蘭子ちゃんっていう子が漆黒の片翼って言って黒い翼を持っているので、こっちのね右手がその自分の担当してる二宮明日香ちゃんの白銀の片翼イメージで、ちょっとシルバーとオーロラのストーンをつけました。これがね舞台上だとすごい綺麗になるんですって。めっちゃ褒められて、前回の名古屋ドームのライブの時に。だからもう一回これしたいなと思ってこんな感じにしました。で左手は漆黒の片翼イメージで黒ラメベースに黒の、これちょっとねなんかなんだろう、カメラだと白っぽい石に見えるんだけど、これ実は黒い石なんですよ。やっぱちょっと実物の方が可愛いな。黒い石をのっけてもらいました。両手とも人差し指は埋め尽くしにしてもらって、こっちが黒ベースの埋め尽くしで、こっちが白ベースの埋め尽くしで、さあこれめっちゃ可愛いの、さあ見えるかな、星がねついてるんですよ。右手の星は紫と水色ベースのすごい綺麗なね星で、左手の方は黒ベースになんか真ん中の方がちょっと青緑っていうか深めの色の星出てもらいました。めっちゃ可愛い、超お気に入り。特に僕個人としてはこの左手の黒ベースの方がめっちゃ可愛くてお気に入りです。超気に入ってるこのネイルで、前回爪が伸びすぎてたのでちょっと短くしてもらいました。結構短くしたな、だから生活しやすくなりました、イエーイ。それからですね、せっかく原宿に行ったので、原宿でライブ用のアクセサリーを買おうと思って、一応ねライブ用のアクセサリーも買ってきました。まあ言うてピアスだけなんですけど、アクセサリーはなんか派手派手にしたいから、こんな感じの石、でっかいちょっと青緑系の色の石がついたピアス、多分両耳するかな、でも見えるの多分こっちの耳だけだと思うんですけど、これをつけます。なんでこの色にしたかって言ったら、今回の衣装が青緑っぽい、こういう感じの色の羽とバラがねコサージュがついてる衣装で、ちょっとその衣装の差し色に合わせて選びました。本当はね羽のピアスとかがあったら羽のピアスにしようと思ったんですけど、ちょっと気に入る色のね羽のピアスがなかったので、こういう綺麗な石にしました。うちの子がご飯が欲しくてもう暴れ回って待ちくたびれております。ゆっちゃんご飯ご飯、あらまだなんだよ、ごめんね。はい、ということでね、まあ多分この動画がアップされてる頃にはライブも終わって、どんな感じの衣装でどんな感じの髪型だったとかツイッターに流れてると思うんですけれども、僕はこんな感じでライブ前の準備をしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などなどよろしくお願いします。あと遅れましたが、チャンネル登録気がついたら5万人突破してました。ありがとうございます、本当にありがとう。目指せ10万人の銀の盾。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。